LGBTQ の Q ってみんななんだかわかりますか？クイアっていう意味なんですけども、クイアのまこねこと福川誠がお送りする M キャスト。今日も朝からやってきます。今ね、近所のワンちゃんに不審者だと思って吠えられてた。まあ不審者間違いないけどね、こんな時間にゴロゴロしながら喋ってると。で、今日はですね、今収録は3月12日の4時45分。ちょっとね、今日は家を出るのが遅くなっちゃったかな。それは、なんと、そう、今シーズンね、ずっと一緒に過ごしてきた、布っていうか、ほかほかのね、手袋が、なんかなくなっちゃって、まあ、部屋中探したんだけどね、私の部屋ってさ、ちっちゃいからさ、探すったってもう、ね、探すとこそんなあるわけでもないし。だからもしかしたら、まあ、後から出てくるかもしれないけど、もしかしたら、どっかに置いてきちゃったかもしれない。まあ、そんなわけで、今日は、手袋をなしで、このまだ水夜空がね、寒い、お月様が照らしてる、このなんか素手で、スマホを握りしめ、発信の収録をしてます。でですね、昨日分から、じゃないな、この発信は、日月火水木の、だいたい6時ぐらいに、スポーンにアップしてるものなんですね。で、じゃあ、キー局はどうかというと、実はスポーンじゃなくて、YouTube がキー局になってます。YouTube の方では、今ね、多分 YouTube から発信したポッドキャストは、各ポッドキャストに RSS で配信されて、どこでも聞けるようになるっていうシステムを構築してるんじゃないかな。ちょっとそういう報道出てたよね。うん。その中で、YouTube の、発信管理をする YouTube スタジオの中に、ポッドキャストのね、項目ができたりしてて、急速に YouTube とポッドキャストが、合体するような動きを見せているんです。まあ、私にとっては、ポッドキャストよりも YouTube の方が、なんか馴染みが深いので、YouTube で動画、好きのポッドキャストを配信し、まあそれを連動できるところは連動しっていうのが今のところのベストのスタイルになってます。まあそれで、YouTube のポッドキャストも、まあいつからやったのって言ったらまあ昨日からなんだけどさ。さ、もともと持ってた私の、もともとゆるゆるってやってた16時間ダイエットを、お話していく。チャンネルを、M キャストに改造しただけなんだけどね。まあ、そんなわけで、YouTube がキーステーションになってるんですが、でも、この発信を、このポッドキャストを、一番最初に聞けるのはスポーンです。なんたって。収録したすぐ後にアップしますから。だから、私の声を、私の生の声を一番早く聞けるのはスポーンです。で、この発信はですね、月曜日から、日月火水木の5日間発信してるんですけども、これとは別に、スポット的にね、今実験的に発信してるのがあります。そっちの方がね、YouTube のメインなんだけども、そっちはですね、16時間ダイエットに向け、ダイエットをしながら、いろんなことやってますけど、そちらを、ちょっと、お話してる内容で、まあ、具体的に、まあ、決まってるものっていうのは、まだないんですけど、まず、いつもやってるのは、いつもやってるというか、必ずやってるのは、2月にね、2月の後半に、トルコとシリアで大地震があったでしょ？あの地震の被災者に向けて、今、トルコ語と英語とアラビア語で毎日メッセージを YouTube のショートメールで、ショート動画で発信してます。それにショート動画プラス日本のね、過去の災害の教訓をぜひ向こうで活かしてもらえないかなっていうことで、まあ、5分10分ぐらいの動画も最近
あげてます。それがね、ポッドキャストになってます。うん。だってさ、現地の動画とかさ、現地の写真とか勝手に使うわけいかないしさ。そう。なので、写真家、小川誠の写真を、と、小川誠の写真と、一緒に私の声が届く、というスタイルでやってるわけではなく。そうね。私ね、英語も、アラビア語も、トルコ語も全く喋れないんです。まあ、英語はね、一応勉強してるから、文章になってればね、ある程度わかるの。でも、英会話ができるかったらできないわけ。ましては、ラジオで、シナリオもない中、シナリオを書けばいいんだけど、伝わるかどうかわかんないような英語で喋るよりは、機械ボイスの方がいいかなと思って、トルコ語も、英語も、アラビア語も、全部 Google 翻訳に読ませて、それを収録して発信してます。そう。まあね、もうライフワークに近いかな。ちょうど30日目ぐらいかな、連続で始めて。うん。まあそれが、私にとって今一番やらなきゃいけないことだと思ってるの。それプラス、やらなきゃいけないことと、やらなきゃいけないこと二つもあるけど、私は他に16時間断食が、今ね、40日目かな。まあ、それで、YouTube 二つあるんだけど、チャンネル二つあるんだけど、一つは、海外に向けた震災対応の、発信。もう一つは、16時間断食をテーマにした、現状を報告するようなね、Vlog 風のポッドキャスト。まあ、それ両方ともね、今やってます。で、まあ、ちょっとね、私の頭の中では、住み分けができてるんだけど、まだ整理ができてなくて、もうね、1週間、2週間すると、なんか、はっきり整理ができると思うんだけど、それまでは、まあ、バタバタしながら、やっていこうと思います。なので、変な時間にスポーンも、また違うのが上がってるなぁ、なんて思う人もいるかもしれないし、まあ、ライブ発信じゃないので、ポッドキャストなので、皆さん好きな時間にお聞きください。さあ、今日のテーマ。実はですね、3月11日って、皆さん、記憶に残ってますかね？高校生以上だったら覚えてるかもしれん。でも何の日って言われたら、まあ大半の関係者以外の人は覚えてないかもしれないですね。3月11日は、私のお父さんの誕生日です。それと、12年前に東日本大震災が起こった日です。そんなわけで、今日は12年前の東日本大震災の時の私の様子をちょっとお話しながら、その後、私のお父さんについてちょっとお話していきたいと思います。まずね、12年前ですね。もう12年経つのか。ってことは、私がネパールで NGO で仕事をしてた時から、およそ12年。うん。っていうのは、私がネパールから帰国した直後に、まあ、3ヶ月経たない頃に、東日本大震災が起こったので、よく覚えてます。で、私は、その東日本大震災が起こった時は、長岡にあるね、NPO 法人、人民安全ネットワークジャパンのスタッフとして働いてて、で、そこのね、オフィスの中で、そこのね、事務局長と一緒に被災したんです。被災と言ってもね、長岡は大きな被害があったわけじゃないので、揺れただけで。ただ、その日ね、事務局長は風邪ひいて、頭痛がひどくて、ふらふらだった。私も、二日酔いで具合悪くてふらふらだった。まあ、そんなわけで、なんか揺れてるよね、みたいな感じだったの、最初。なんか、震度3ぐらいだったのかな？なんかすごくでかく揺れてるよね。地震かな？とか言って、地震が発生してる最中に、まあ、パソコン使う仕事だったので、パパって調べたところ、どうやら合図ででかい地震があったらしいっていうのが、Yahoo でね、速報で流れた。まだ揺れてる最中に。ただ、その時はまだね、どこでどんな地震があったかっていうのはよくわかんなくて、そっから1分、2分以内に、気象庁からね、データ出るので、どうやら、
太平洋の、東北の太平洋沖ぐらいで大きい地震があったらしいっていうのが分かってきたわけ。それで、地震対応に迫られていくんだけど、私の住んでる長岡市っていうのは、中越大震災。あれ何年前だっけ ?20 年ぐらい前だと思うんだけど、中越大震災が起こった都市、ところなのよ。うん。まあ、震源地からそんなに離れてないところ。だから中越大震災の時も、それなりに被害があった。うん。そうなんだけど、そんなこともその年にはね、中越大震災の他には、雪のね、雪害もあったりとかね。雪の雪害はね、結構しょっちゅうあるの、頻繁に。で、夏にはね、洪水があったりとか、なんかすごいね、災害ばっか起こった年だったの、あの年は。うん、中越大震災の年は。まあ、そんなこともあって、まあ、長岡は昔からね、防災意識が高い地域でもあるの。それで、長岡にはね、官民一体になって震災に対応するという仕組みがもともとあって、まあ、NPO もそうだよね。社協とかさ、いろんな行政もそうだし、でいろんな団体の、防災関係の人が集まって、定期的に何かが起こった時にどうするかという対策を練ってたわけ。その協議会が、その震災があった日の2時間後ぐらいにかな、開かれて、方針が決まったの。長岡市として、この震災にどう立ち向かうかっていうことが。で、その会議が終わる直後に、直後って聞いたな、確か、現地に、スタッフをもう派遣した。で、長岡市自体も、地震が起こった45分後に、長岡市の、プロフェッショナルチームがあるんだけど、災害対策のね、そこがもう45分以内に、現地に向かって出発したっていうのは今でも残ってる情報だね。で、その2時間後ぐらいには、うちらが所属した、団体グループのところからも現地にスタッフが送ったと。で、まあ、現地に行ったスタッフから聞いた話だと、もう電気も何も通じなくて真っ暗な中、どこにたどり着くかわかんないまま走ったっていうのが、って言ってた。まあ、それから、現地に行かずに、長岡に残ったうちらは、じゃあ長岡で何をすべきかってことを考えて始めたのが、当初ね、東北自動車道があんなに早く体験されると思わなかったから、1、2ヶ月は、東北の秋田周り、山形秋田周りじゃないと東北に入れないんじゃないかって言われたの。だから、その、発信拠点として、新潟県が、活躍する場があるかもしれないということで、中間支援施設として、中間支援団体として、東日本大震災ボランティアバックアップセンターっていうのを急遽立ち上げたのね。で、その立ち上げたのは、その立ち上げが決まったのはその日の夜で、で、翌日に立ち上げるってことを、スタッフみんなに、通達されて、で、そこから準備スタート。そして、その日の翌日、だから震災から2日後にの朝に、こういうのをやりますってプレスリリース。うちのボスは、そのプレスリリースまでに、ホームページを完成させて、発信しろという話で、まあ、慌てまくったよね。私はその頃、まあ、ホームページを作ったりとか、情報発信を中心にやってたから、まずね、私は Facebook を使って、あの頃まだね、Facebook も日本語になったばっかの頃じゃなかったかな。そう。確か。私ね、英語の頃から Facebook 使ってたから、あんまりよくわかんないけど、まだ Facebook 人口は今ほど多くなかった。うん。それで Facebook を使って、まあ、つまり、まあ、Facebook 人口が多くないってことは、イノベーターが多かったわけよ。で、ウェブのクリエイターの人とかね、イノベーターの人が多いからさ、どっちかというと、尖がってる人が多いから。それで、Facebook を使って、全国のウェブクリエイターの人に事情を話してというか、タイムラインに載っけただけだけど、協力してもらって、数時間でホームページができたのかな、ベースはできて、そこからいろんな人に、注文を投げかけた中で、どんどん知らないうちに、どんどん完成していったっていうのが、私がやった仕事だよね。で、同時に私の方は、ボスのね、あれあれこれやれてるのを聞きながら、ボランティアに来てくれた人たちに、
情報発信できるように、情報発信のマニュアル作りをしてたのね。まあ、それで、3日目は終わった気がするな。そう、一回もパソコンの席から離れないで、そう、トイレしか行かなかったのを覚えてる。そう、ご飯はいつもお菓子みたいな。まあね、でもさ、長岡市大きい災害が起こると、だいたいいつもそんなもんなのよ。そうそうそう。で、今はね、仕組みがちょっと変わってきて、その団体は、基本的には長岡周辺で災害が起こった時はバッと集まるようになってるけども、そう、中越大震災の原因をもとに作られた、中越防災安全推進機構っていうのがあって、その機構が中心となって、熊本の地震とかね、あちこちの地震に、スタッフを送って、震災対応をしてきたっていうのが、長岡の歩んできた歴史なのよ。そう。まあ、そんな感じでね、13月の11日になると、お父さんの誕生日を一番最初に思い浮かべた後に、東日本大震災を思い浮かべるのよね。うん。というのは、私はさ、東日本大震災から、わずか数年前まで、岩手県の宮古市に住んでたからね、私が毎日見て、毎日、そう、残るもダイエットしとけないんだけど、その、毎日歩いてた港のところが、もう防波堤がね、この防波堤で十分だろうって思ってたさ、5、6メーターぐらいの防波堤が、あっさりさ、もう海に飲まれて、その上を船が渡りみたいなのを映像で見ちゃったわけだから、私はすぐにでも岩手行きたいっていうふうに、ボスにね、懇願したんだけど、でも、お前みたいな素人が今言ったら何もできねえだろ。行くならその後だって言われて、長岡で仕事することに専念したんだよね。そう、あの時のね、ここで頑張るんだっていう気持ちはね、私を突き動かしたよね。で、同時に、その日本で困ってる時に海外の仕事なんか知られないっていうことで、関わってきた NGO はそこで辞めちゃったの。まあ、最終的に、NPO の、NPO だけのスタッフとして、そこから5年ぐらい働いたんだけどね。そう。それが、私の東日本大震災の思い出だったな。そう。まあ、その震災対応が終わった後は、長岡市も南相馬からの避難者の方いっぱい来られたので、南相馬市の避難者向けの情報発信をしたりしてた。うん。そう。で、その後はね、私を大事にしてくれた、方がね、放射線被害に対する研究をしたいってことで、長岡市放射線測定会っていうのを立ち上げて、放射線の、研究、測定をする団体を、そう、形込みながら、やってたな。そう。まあ今は、どれも今関わってないんだけどね。そして、今日の本題。3月11日といえば、うちのお父さんの誕生日。お父さん、どうしてるかな？もう、何年も会ってません。うちのお父さんは、すごい優しい人です。そう、怒るとね、すぐね、噛みつくようなね、鬼みたいな形相で殴りかかってくるみたいな武闘派だったりするんだけど、なんて言うんだろうね。まあ、お母さんとお父さんね、比べるのもどうかと思うと、人の優しさの優しさレベルがちょっと違うんだわ。ワンちゃんと猫ちゃんぐらいの違いがあるかな。どちらも優しいけどね。もう私はその二人にもう背中を向けて生きてる。うん、そんなね、話を、いつか、ポッドキャストでお話したいなとか思ってるんだけど、それがまさかね、こんなに早く今日になるとは、正直、考えもしなかったの。でも、東日本大震災の12年って聞いたときに、あ、お父さん誕生日だっていうふうに思うわけ。
私ね、お母さんが10月1日なんだけど、お母さんには悪いんだけど、あんまりね、お母さんの誕生日って、その前後になっても意識しないの。でも、お父さんの誕生日は、3月になった頃に、ああ、お父さん誕生日か、って、いつも思う。うん。まあ、それくらいお父さんの存在って私にとっては、すごい影響があったんだと思う。お父さんはね、40ぐらいまでなのかな。長岡のね、割と大きい製鉄工場の開発者で働いてて、まあチームのリーダーだったらしいんだけど、どうやらね、部下をかばって、会社を辞めちゃったらしいんだよね。その事情はちょっとよくわかんないけどさ。まあその後は、まあ、いろんな仕事を転々としながら、最終的にはね、佐川のさ、下請けの仕事を、自分の運送会社作ってやってたの。うん、まあ、一人親方だよね。そう。でもね、まあ、私にね、写真の面白さを教えてくれたのもお父さんだし、そう、アートの素晴らしさを教えてくれたのもお父さん。で、映画の素晴らしさを教えてくれたのもお父さん。だから、私の、この、今ある、感性は、自分で作ったんじゃなくて、ほとんどお父さんが私に持ち込んでくれたもの。うん、それはね、もちろんお母さんもその中にいるけど、でもお母さん以上にお父さんの影響が強かったなって思う。それでもね、私はお父さんもお母さんにも背を向けてて、生きてる。もしかしたらお父さんはもう亡くなってるかもしれない。背を向けてるって言ったって、私のひどさはもっとひどくて、私の住んでるとこから、うちの実家まで、そう、わずか5キロぐらいなもんだよ。そう、私が今向かってる職場から私の実家まで歩いたら多分20分ぐらい。10分か30分で行ける距離。だからいつでも戻ろうと思えば戻れるとこなんだけど、私はもう戻れない。今は戻れない。いや、これから戻れる自信もない。それくらい背を向けてる。それはお父さんに対しても、お母さんに対しても、弟に対しても、もしかしたら、それ以外に関わってくれたいろんな人に対してずっと背中を向けてる。どんなにさ、失礼で、ひどいことをしてるかって、私も思うよ。もう、山ほど後悔もある。でもね、超えられなかったんだよ。いや、超えるチャンスはいっぱいあったし、超える勇気がなかったのかな。今も超える勇気がないんだよ、きっと。そう。それで、新しいこと始めてみるけど、結局、超えられないものを超えていかないと、いずれ、また昔に死が見つかれる。そんなの知ってて、何度も繰り返してる。まあ、そんなね、私なんだけど、今日はね、お父さんの凄さをちょっとお話したい。お父さんはそこのね、若い頃ね、勤めてた会社の山岳部の部長さんでもあったわけ。で、そこの山岳部は、まあ、夏休み前になると家族みんな連れて、まあ、手軽でそんなにね、そんなに厳しくない山。まあ、と言っても、富士山も行ったし、北アルプスのね、あたりはもう結構いろいろ登ったから、そんなに緩いわけじゃないけども、まあ経験者がいれば、一般の人でも行けそうな山に、まあ、春に一緒に行くわけよ。それがね、楽しくてね、まあお父さんがいかに周りに慕われてとか、で、リーダーシップを発揮するお父さんがいかにかっこいいかっていうのを、まざまざと見たね、経験で、私はさ、よく言ってた。大人になったらお父さんと同じ会社で働きたいって。でもね、お父さんはこんな会社辞めた方がいいって言ってた。それがね、なんか、子供の頃はなんでと思ったけど、後から考えるとね、親心であり、でも私にとってみれば寂しさでもあったかな。そう。で、まあね、どこか忘れちゃったけど、多分ね、立山の剣山。立山から縦走して剣山を登るっていうルートの時だったんだけど、立山のさ、剣山って岩場があって、
非常に危険なの。それで当時ね、私は小学校4年生ぐらいだったと思うんだけど、私は行きたいって、剣山に登るアタックチームと、剣山に行かずに周りの山を縦走する、マイルドコースのチームに分かれたの。で、マイルドコースは、まあ、お母さんたちとかね、子供たち中心。で、アタックチームは、もう、その三階部の精霊ばっか、もう毎日トレーニングしてる人たちばっか。でも、私は剣に登りたいって言ったんだけど、お父さんはダメだって言った。うん。そのアタックチームの人たちは、いや、大丈夫だよ。俺連れて行くからってみんな言ってくれたんだけど、うちのお父さんダメだって言った。その時はね、すごい悔しかったんだけど、私もさ、まあ、大人になってからの時のことを考えると、お父さんはすごいなと思ったね。うん。お父さんは、マイルドチームのさ、リーダーとして一緒に重装したんだけどさ、うん。やっぱり、一緒にいなくても、チームリーダーとして、少しでも危険な要素があるものに、チームを巻き込むことはできなかったって後から言ってたな。そう、そんな決断ができるね。お父さんやっぱかっこいいなって私は本当思ってたの。だから私今でも山登るっていうのは私のね、ミッションの一つだしさ。そう、歩くのも好きっていうのはお父さんのおかげだと思うな。写真なんかまさにお父さんの影響だしね。お父さん写真あんま上手じゃなかったけど。そう、まあそんなお父さんなんだけどさ。正直ね、今お父さんが生きてるのか死んでるのかもわからないの。うん。もしかしたら、もう旅立っちゃってるかもしんない。となればさ、うち弟はね、長岡に住んでないから、お母さん一人でお葬式を出したんだろうなって思うし、まあその時に、なんで誠はいないんだっていう風に、いろんな人から問い詰められることもあったかもしれない。そう思うだけでね、お母さんにもお父さんにも申し訳ないなって本当思うの。で、もし亡くなってなくてもね、最後にお母さんに会ったのは、去年、おととしの11月ぐらいなんだけどさ、もう、長いことないと思うよなんて話をしてたんだよね。そう、それを考えるとね、もう生きてる間にお父さんに会うことはないんじゃないかなって思ってる。そう、それとね、3日ぐらい前だったかな。まあ、仕事終わって帰ってきた時にさ、玄関入った時にさ、玄関の入り口あたりで、お父さんの気配を感じたんだよね。まあ、私、霊感がそんなに強いわけじゃないけど、感じるときは感じるわけ。あの気配を感じた時に、お父さんは本当にもう、亡くなってるのかもしんないなと思った。で、私はお父さんのさ、その気配に、いいよ、入ってきてよ、私がどんな生活してるか見てよって。そう、お父さんにいつも申し訳ないと思ってるんだ、なんて話をしたんだ。そう、それからしばらくしてお父さんの気配がいなくなっちゃった。うん。だからもしかして生きようとして来てくれたのかもしんないし、もう亡くなって来てくれたのかもしんないけど、それは正直、しょうがないな。うん。だから、どちらにしても、私のお父さんは、私の中の超かっこいい英雄でさ、超かっこいい男の人で、憧れだったのよ。いや、今も憧れだよね。そう、そのお父さんにさ、背を向けて、恥じるようなことはできないなと思って、もう一度ね、再出発しようと思ったのが、まあ、YouTube を始めて、ポッドキャストを始めた一番の理由かもしれないね。うん。まあね、お父さんはまるっと私を受けて入れてくれるようなタイプなの。でも、お母さんはそうじゃなかったんだよね。で、お父さんがさ、ある程度年齢になって、頃からかな。なんかね、もう、お母さんにさ、気を使うだけのさ、家にいる居候みたいになってた。うん。なんか。し、その点ね、お母さんひどいなって思ってる。
お母さんがひどいなっていうよりも、まあいろんな話を聞くと、どこの家庭でもね、そういうことは聞く。そう、それだけさ、家庭の中においてはさ、女性は絶対的なボスなんだなって思うよ。うん。うちのお父さんはね、お母さんが作った料理に関しては、美味しい、まずいって言えないの。そう、しょっぱいかしょっぱくないかしか言えないの。お母さんがそういう聞き方しかしないから。で、美味しくないなんて言えない。美味しいでしょって聞くんだもん。しょっぱくない？しょっぱい？しか聞かないんだもん。お母さんはさ、看護師さんだったから、まあもちろん塩分や加工食品の危険性とかよく知ってるよ。私もさ、高校の頃ね、高校入る前ぐらいに、まあその頃はもう100近くの体重があったんだけど、そう、まこと、あんたそのままだったら40まで生きれないよって言われた。私はその時には、あ、そうなんだって強がったよ。でもショックでさ、もうその時に私はもう40まで生きれないんだったら別にどうでもいいやって思ったよね。気がついたら40超えたって40過ぎでも生きてるやんって思ったもん。嘘つきって。そう、あ、そんなお母さんでさ、もう健康信奉っていうか健康宗教みたいな感じだよね。そう、だから私は自分の健康にというか健康ものにそのものになかなか前向きになれないところもあるっていうのも本音。今はもうお母さんの自爆が解けて、自分の個人としてお父さんお母さんにね、もしあの世であっても、そう、まあ頑張ったねって、ごめんねって言えるような自分になりたいなと思って、生きてるけどさ、うん。そういう中でさ、そういう中で、まあ毎日を過ごしてるかな。まあ、よろっと、いつもの終着点に着きつつあるんだけど、まあ、お父さんとお母さんへの思いとかは、また、ちょくちょくお話しすることもあると思うんだよ。うん。私にとっては、ものすごく大きな問題で、ものすごく大きなテーマで、私の行動を、自分の中で肯定するには、それを肯定しないと前に進めないの。だから、過去の後悔いっぱいあるけど、それは今の私のためには必要だった後悔だって思うようにしてる。うん。そうしないと前に進めないもん。まあ、そんなわけでね、まあ、さっき真っ暗い中から変なでかい声で歌いながら来るおっちゃんがいてびっくりしちゃったんだけどさ。うん、まあ、そんなわけでね、よろっと今日も終着点に着きそうです。まあでももうちょっと時間あるのかな。ちょっと時計見てみようかな。そうね、もう10分ぐらいあるかな。そう。まあ最後にまとめるなら、東日本大震災の話を聞くと、ね、お父さんの誕生日を思い出して、まあ、お父さんのことを思い出す。お父さんに対する感謝の気持ちはいっぱい。もちろんお母さんに対する感謝の気持ちもいっぱい。でも、もう、そこの鎖に縛られたくない。もう縛られるのをやめた。だから、たとえ生きてる間にもう二度と会うことがなくても、すればいい。後で、死んでから会えばいい。そう思ってる。うん。まあ、その中で今日はちょっと最後は趣味っぽいお話になったけど、今日の発信、いかがでしたか？というか、まあ、いつもダラダラ喋ってるだけだからね。視聴数が取れてる方はそうでもない。でもね、やっぱ私はね、コンテンツを作って発信するっていうのが好きで、まあ、続けていれば、いつかは、結果に結びついてくると信じてやってる。うん。
だって私の一番のミッションは、そう、世界を平和にすることだから。うん。だから、今日も、明日も、明後日も、今週、来週、また、いろんな話をしていきたいと思います。そんなわけで、今日もご視聴ありがとうございました。まこねーの、エミカス、やっと、すっとタイトルが言えるようになってきた。明日もよろしくお願いします。またね。Thank you.